火星駅とは、中華人民共和国、河南省、川市に位置する中国国家鉄路集団部管局、集団行使管轄の鉄道駅である。軽港旅客専用線の定州東部管間の全線開通に伴い、2012年9月28日に開業した1.2番線ホーム3.4番線ホーム。 火星駅の総建築面積は15,645平方メートルであり、駅舎は大半が1階建てであり、一部は3階建てである。島式ホーム2面4線と通過線2線で構成されている。待合室の広さは5,530平方メートルであり、1等区、2等区、寄品区に分けられ、1000人を収容可能である。 切符売り場は1200平方メートル以上の広さがあり、中には公安証明書窓口や自動券売機が設置されている。また、顔認識システムが導入されており、スムーズに入場することができる。火星駅の駅前広場の面積は9万平方メートルである。広場の南側には駐車場とタクシー乗り場が 西側には計画中の都市間鉄道が、北側には建設中の長距離旅客ターミナルがある。客単々店。中国鉄路客庫含む中心。2021年2月15日閲覧。ABC、帝武下高鉄火星丹。湖北日報。 http://news.cnubei.com/xw/polandzot/2012zwz/2012zwz/201209/t2258919.shtml2021 h 年2月15日閲覧。abo, りょ武て、たけし 定州東単教用。かな日報。http コロンスラッシュスラッシュ newpaper.dahe.cn スラッシュ hnrb スラッシュ html スラッシュ2012-09スラッシュ28スラッシュコンテント7 9 1 0 6 1 h t m d ブイコールマイナス -12021 年2月10日。閲覧。abcd 期、暁 石竹し田が鉄通社在則、火星探随時迎え客。川日報。オリジナルの2013年1月27日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20130127223228/http:/www.luohe.com CN, HTML, XWZX, LHXW, 2012から09、15819、HTML2021 年2月16日、閲覧。火星短歌も、すり短行。川名情毛。 https n e w s d a h e b o CN スラッシュ DAHE スラッシュ APPCOMMUNITY スラッシュ1341188ニューザドイコール13411882021年2月16日閲覧ウィキメディアコモンズには火星液に関するカテゴリーがありますありがとうございます